神。今回のシリーズから神バーサス人がついに見れる。神の神による神のための、ぷよぷよテトリス。テンション高いな。もう700人も見てくれてる。たまたまこの日神が機材トラブルで、30分ぐらいずっと待ってたぜ。700人もこのルーム画面で待ってるって、神の人気具合が伺えるんですねー。トラブルめっちゃ多いと思うから、ここで私の下手なプレイを見せてしまうと、あー、クラウドこんなもんかってなるから。あー、クラウドこんなもんか。あー、クラウドそんなもんか。きたー。はい、カクカク。神への供物。島宣告。確定演出。クラウド様ー。あれ？いや、さすがにそこまでは言ってない。あたいもちょっと言い過ぎと思う。え、なにこれ、そういう日なの。気を取り直して、今回はクラウドがぷよぷよで、神がテトリスのガチ勝負。はい、先生、どうしたんだい、チルノくん。マージンゼロはガチ勝負なんですか？いい質問だね。マージンがないと人は神と対話することもできない。そういう存在なんだよ。はい、先生。マージンって何ですか？知らないのに質問したのかよ。マージンっていうのは、時間が経過するにつれてぷよぷよの火力が上がっていく仕様。初期設定では96秒後にマージンタイム突入なんだが、今回は0秒設定ってことだな。つまり試合開始直後からじわじわぷよぷよの火力が上がる。それでも勝てないだろうし、もうキャラクターセレクトからマージン突入でもいいんじゃない？それは言えてるな。早速手紙打診してみようぜ。どうも何やってもダメな日だ。じゃあ始まっていく。とりあえず対テトの基本方針を説明しておくか。テトリスから火力がどんどん送られてくる。オラオラオラ。その間ぷよは積もれる量が少ないから高く構えてリソースを蓄える。オラオラオラ。そうすることで多少お邪魔で埋まったとしても、オラオラオラ、発火点が得られていればうるさすぎるんだが。マリサ、神に対して冒涜になると思わなかったか？冒涜冒涜。いや、派手なじゃなくてですね。お前らの扱いが分かった気がするわ。次から次へと火力が送られていくね。テトリスはテトリスで、送り続けなくちゃいけないからな。最初に言ったマージンがあるからね。4ライン消しからのティースピンダブルが集中砲火。こうなってくるとなかなか積もれずに大変だぜ。紫発火して初めて堀の根が見えるな。3連結が露出してればもう少し楽だったぜ。いやー、強くね。あいつはしより強くね。フィールドの半分以上がお邪魔ぷよ。やっぱ威力高いよな。言い訳オフ。まずは神が1本取っていったー。そして2本目。ちょ、待て待て、なんか飛んだんだが。クラウドの貴重な勝利シーンがカットされてる。必要なものは淘汰されがち。いらないものを捨てる勇気。さあ、戦況としてはクラウドが2列でしっかり構えられている。リソースが溜まってきてるね。さっきからリソースって言ってるけど、それは何？フィールドにあるぷよぷよの量のことを指して言うことが多いな。もちろんお邪魔ぷよは除く。テトリスの場合、お邪魔もそのまま火力にできるのがいいね。テトリスのお邪魔はなんて呼ぶの？お邪魔テト？穴とかかな？お邪魔穴？お邪魔穴。ステジナー穴がよぎる。よぎるどころかまんまそれ。さあ、クラウドが連結モリモリ4連鎖。残しが結構きつそうだな。絶妙に散らばるぷよぷよ。ぷよ量はあるに越したことないが、やはり残しが悪いと使い勝手が悪いぜ。おっと、ここで神が置きミス。エルミノミス。エアロスミス。エアロスミス。エアロスミス。細かすぎて伝わらないモノマネに派生。元ネタ知らない人は調べてみてね。さあ、なんとか神はリカバーするものの、クラウド側にリソースがあるから、これはジリヒンになる可能性が高い。マージンのことを考えると、どっちが有利か一概には言えないけど、さすがにクラウドが有利では？と思ったけど、この2連鎖は微妙。右側を発火するための紫が見えてないから。見えた。まあ、そういうこともある。ぷよ対ぷよの対決よりも、対テトは発火色が積もれない時が多い。それは積もが偏るから、それもあるかもしれないけど、連続でテトリスから攻撃されると、そもそもの積も数が少ないからな。なるほどね。クラウドは3列目が高いからうっかり4段来ると死亡。一旦撃つしかないな。これ結構きつい。って思うじゃん。意外とお互いに、きついって思ってたりするんだよな。両刀じゃないとぷよぷよが何連鎖あるか、どれぐらいの火力かってわからないもんね。両刀？両刀っていうのはぷよもテトも両方できる人のことを指すぜ。つまり神のことか。そういうことになるぜ。試合は膠着状態。常に攻撃の手を止められないテトリス。お邪魔を受けつつ大連鎖を組むぷよぷよ。人はなぜ争うのか。急にスケールでかいんだが、相当ツモが良くないとクラウドは大連鎖を打てないな。右側は連結多めで4連鎖近くはできてるけど、左側に繋ぐのが難しいだろう。さあ、ここで神の4連打。これは想定範囲内で発火色をキープしつつ、積もれるだけ積もっていったな。クラウドの次の連鎖ができれば、ね、左側のお邪魔も消せそうね。黄色と青を露出させつつ、うまいこと伸ばせるだろうか。これ爪の緑ゾロをうまく使ったな。ここで8、1発火。これで少しフィールドが使いやすくなるね。神もしっかりと連鎖増していってる。かなり熱い試合だぜ。さあ、7連でどうだ。それでも搭載しきれず。さすがにマージンがかなり来てるからな。高低差があってクラウドは組みにくそうね。ここでも左右のぷよをひとまとめにするのはさすがに難しいかもな。止まらない神からの火力。さあ、上手でプレミが許されない場面だ。ちょ、待って、これ嫌だな。よし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 、来た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 。オッケーオッケー。激しい攻防が続いているんですねー。さっきと比べるとクラウドが有利だな。リソースがあるからってこと？それにマージンもあるから、試合がもつれれれれればもつれるほどぷより有利に。神すぎだろ。神だけに。神だけに。なんちって、ゲーム面白。受ける。言っておけばよかった。
鍵がすっかり掘り切ってる剣について、ところがどっこい。1ダブ2ダブでこの火力やバスに、あとは相対して整地してリソースを蓄えれば鍵を出せる。2ダブ構えたわね。これは勝負が決まるのでは。しっかりとテイスピンダブルとテトリスで調整していく。どうなる？鍵は丈夫で置きミス、それすなわち即死の状況。ギリギリいつ刺さってもおかしくないから、ブヨ側の凝視もしないといけないぜ。ここでも連を怠らない神。特戦はもうすぐ20万点に。一回これ消して、のんきすぎはロタ。案外そうでもなく、発火色を確認して受けてから発火。意外と冷静だぜ。神の細かい攻撃に耐えきれずリソースを削ってたよ。細かいと言っても2段埋まるのはやはり怖いからな。さてこの3連鎖は、うおーおーおー、危ねえ。マジで極限バトルだ。このギリギリでもテイスピンダブルを作りに行くかみ。本当にどっちが攻めてるかわからない。埋まった。あーくっそー、真ん中に積んだのが良くなかったな今の。くっそ、強えよ。この男強えよ。今のはホグクライドが勝ちだったんだがな。あそこまでマージン決めといて、負けるとは情けない。相撲が噛み合わないと持ってかれるんだね。神だけに。クラウドは緑発火で7連鎖はありそうだな。おい頼むお願い。あこれが本当の打ちたかった。神頼み。残念。私にもダジャレ言わせて。まあ今の2段振る確率はな、まあまあ高かったな。 50% ぐらいだと思うな。いつまでもくよくよするな。しっかり反省するのは大事だぜ。まずは神が1セット取っていった。毎回2セットぐらいは見ていけるといいね。そもそもこれって何セット選手なんだ。10セットぐらいじゃない。1セットがだいたい4から5試合として30先相当ぐらいか。3時間。え、3時間。体力やばすぎる。いい試合だけを抜粋するか迷ったんだが、それじゃクラウドが自分の勝ち試合ばっか選びそうだからな。勇気の決断、勇気の決断。本的には神にボコられるけど、たまにいい試合してくれるのが今回のゆっくりシリーズだぜ。なるほど。今みたいに一方的にボコられても全部見ていくわけね。あまりに試合が一方的すぎる場合はコメント返しなんかもしていきたいぜ。動画の 99% がコメント返しにならない。大丈夫？大丈夫。てかさ、同時接続1000人言ってるじゃん。本当だ。でもまだまだだ。お、急にどうした？スマブラとかエーペックスとかマイクラとか、そういうゲームに比べたら全然だね。競技人口やユーザー数が違うからしゃあなし。本当にそうなのか？なむ？神だって今でこそ3000人規模の配信ができてるけど、最初は300人とかだったわけで、それでもすごいけどな。テトリスでここまでできるなら、ぷよぷよでもできないはずがない。うおうおう、神のトーク力やキャラがあってこそって2説もあるけどね。じゃあ諦めるか。さっきまでの力説は何だったんだ。結論、神だったらマインスイーパーでも3000人集められる。お、おう。続きましてはこちらの説です。クラウドならソリティアでも10人集められる説。しょうもな。無理だなこれ。無理らしいです。説必勝ならず、マッチポイントで次がラスト。一旦 CM。おい霊夢、どうしたんだいメリッサ。今確実にメリッサって呼ばれた気がする。それでそれで、クラウドがまだゼロ勝だから最終戦かどうかはわからないだろ。じゃあ考えてみ。さっき言わなかったらまだ最終戦じゃないんだなって、逆にネタバレすることになる。でも言ってしまったら確定じゃないか。ところが訓練された視聴者は、これはフラグで実は最終戦じゃないのではと勘ぐってくれる。抜き打ちテストのパラドックスみたいだぜ。何それ。月曜から金曜のいずれかに抜き打ちテストをするとする。絶対やだ。金曜に抜き打ちテストがあると仮定すると、木曜までテストが行われないから、金曜にテストがあるとバレてしまう。それじゃ抜き打ちじゃないじゃん。つまり金曜に抜き打ちテストはできない。やったね。同様に木曜にテストがあると仮定する。同様木曜チェケラ。そうするとやはり水曜にテストがなかったら、木曜に抜き打ちがあるとバレてしまう。金曜もダメだったしね。木曜金曜がダメなら水曜も火曜も月曜も抜き打ちテストができないことになる。なるほど。じゃあテストはなし。実際には水曜に行われた。結局は抜き打ちになったという結果だな。でクラウドやっぱり負けるんかー。強い。